これがつぼみなです。今からつぼみなの豚肉巻きを作ります。まずつぼみなを4つに切ります。焦げしてまくったいね。タンパク質を多く含む豚肉、料理家、栄養士として活躍する成瀬さんによりますと、お肉は体づくりに不可欠な栄養源。三大栄養素の一つであるタンパク質は、豚肉や臓器、皮膚、髪の毛、血液など人の体を作るために欠かせない材料です。タンパク質は複数のアミノ酸が組み合わさってできていますが、人の体に必要な20種類のアミノ酸のうち、体内では作ることのできない9種類の必須アミノ酸は食事から取らないといけません。その必須アミノ酸をバランスよく含んでいるのがお肉です。お肉は体を作るために欠かせない栄養源であり、適切な量を守れば食べれても太ることはありません。お肉を食べると太ると思われがちな要因の一つは、濃い味付けのお肉を食べることでお酒やご飯が進み、糖質を摂りすぎてしまうからです。お肉のタンパク質を適量摂ることと太ること自体には問題ありません。ダイエットのためにお肉を食べないという方もいますが、それも誤りです。お肉を食べないと体に蓄積した脂肪はうまく燃焼されないということですと書いてありました。よかった。今からこれを焼きます。おばあちゃん、油しかんでいいと。そっか、油は豚肉から出るもんね。いい感じに焼けてきたね。まじ火が通るようにちょっと蓋をします。できました。できました。それではいただきます。塩コショウでいただきます。なんか野菜じゃないようなお芋みたいな感じがして美味しいです。甘みがあるね、このカブのカブみたいなお芋みたいな野菜、つぼみなの中ね、うん、美味しいですよ。ビールのつまみに持ってこいみたいね。
このチャンネルでは88歳あっこばあちゃんの元気な秘密、家庭菜園、おばあちゃんの手料理、昭和の知恵など配信しています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。